ゃんに近づけるものを自分で探して感情を高めるものを探してやるのが一番の近道かな。あとねやっぱりその当初が私髪合わせようと思っちゃう。こんにちは、今回大塚優役をさせていただきます藤江玲奈です。今回の作品は勝俣優さんが作演をされるということで、もともと映画ではお世話になったことがあるんですが、今回は初めて舞台でご一緒させていただけるということで、もう絶賛稽古を1週間ぐらいですかやってきて、期間勝俣ワールドを存分に楽しんでます。皆さんにも夏、お盆、そのちょうどねいいタイミングでこの話を見ていただけるということで、夏を感じつつ、夏の思い出を皆さんと過ごせたら嬉しいなと思っております。ぜひお待ちしてます。皆さんこんにちは、石井美奈子です。今回は次オーダーとはアミデスのオーナー役をやらせていただきます。今回のはとても感動的で、もうちょっと私も感情移入しすぎて結構胸が苦しくなるぐらい感動する舞台になってますので、ぜひ皆さん若い子たちのハツラツとしたフレッシュで元気いっぱいの演技、そしてしっとりと、ね、一円レイラちゃんのしっとりとした演技、ぜひ楽しみに来ていただけたらと思います。私も最年長頑張らせていただきます。よろしくお願いします。今回舞台海を見るで、芸能の記者役狭間役をやらせていただきます金久保真由です。ボンボンって呼ばれてます。今回は私自身がすごくこう初めての役に挑戦していて、結構こうセリフも多いのでぜひぜひ見に来ていただけたらとても嬉しいです。もちろん私のことを知らない方にも、海を見るすごく、素敵な舞台になってると思うので、ぜひぜひ、皆さん見にいらしてください。ご来場お待ちしてます。皆さんこんにちは、やぶさやです。みんなからはやぶさやと呼ばれています。今回初舞台ですごい最初緊張してたんですけど、みんなすごい優しくって、で演技自体も結構なんだろう、やったことない感情の部分が多いので、すごい自分自身も楽しみながらできています。皆さんぜひ来てください。皆さんこんにちは、竹内篠です。舞台海を見る今稽古中です。私は今私舞台出るのが初めてで全然わからない状態なんですけど、皆さんなんか豪華な皆様と一緒に刺激をめっちゃ吸収しながら頑張っていこうと思います。めっちゃ頑張ってるので皆さんぜひ見に来てください。バイバーイ。